さて、ここに入ればええんか。これ今回は良くても大問題になるよな。これあれかな、相手をしてやる。反射のやつ、意見のやつ。まさかそんな展開になるとは。何度も言わせるな。二人がかりとはね。受けに行ってたらこうはならんかったんかな。3ターン厳しそうだな。あれ？あれ？普通に入ったよ。フリースト。とどろけ。すぐに捕まえて。雷の力だ。ダメだ。騎士の誓い、英霊の力を。
貫け。ここまでとは。アサシン。重装を使うか。灰サメに恥ずかしくない戦いをする。出なかったか。王者の魂をここに。イカズチよ。覚悟はただ。貫く。粛清する。負けるか。回復はできるだけせずに。これ式。攻撃だけしたい。行くぞ。突破する。ここまでとは。軍法会議は観念せよ。オン。思ったよりやるな。行くぞ。海様。とどろけ。これ二段目だっけ。覚悟はいいか。当たれ。逆転に命中。マジックナイト。海様。なんだと。アサシン。重装を使うか。プリースト。イカズチよ。これ二段目だよね。三段目じゃないよね。うがてイカズチ。見えている。ああよかった、余裕だったな。我が正義にかけて。どうなることかと思ったけど。強大な力よ。俺の夢がルイ様に留守を任されているのだ。こんなことで。悪くない手応えだ。また強くなったよ。また強くなれたみたいだな。力。拙者もまだ強くなれるか。そんなわけなくない、本当なら。ええ。あの新人やばいぜって報告せんか、普通は。よし。さて、行きましょう。はい。はい。酔っ払ってたやつとかはまだしもな。悪すぎる。そこら中に気絶してるやつと。行くぞ。やられたやつがいっぱいおるんだけど、普通はバレるよな。しかし、そうだな。さて、これで残りの日数フリーで使えるか。ああ。うん。まあ。任せといて。これからも迷わず行くわよ。詳細か。とはいえ。うん。神王が決する日にまた一日近づく。
まあ手に入れて王子の呪いを解いたら終わっちまうからうまくはいかんだろうな。さて、または設計図がないか。ならば。そうだな。初見だとこれが余裕があるかどうかがわからんから、あの雨の日に無理やりってなことになってしまうな。さて、すまん。なあ、さてストロールだけか。ガリカップなクエスト。これストロールのことかな。お前か。どうだ。え？おお。さて、それが自分のところの土地なら金がかかりすぎるか。そうだ、ハイドラン教って今あしらわれた人じゃなかったっけ。それも分かった上でなんだ。いそう。ただ、なあ、もうこの主人公が王になる前提で話してるよね。王になるつもりないの知ってるはずだのに。お前の庭、俺も背負うさ。三枠。ありがとうな。助かった。よし。さあ来た。包容力。やっぱり何もないときは説得力を上げるべきだな。それが。そういえば。なんか聞いたっけな、全然覚えてない。ハズレではないだろうけど正解でもなかったかな。
面白い。アロンゾか、まあ、何もなけりゃアロンゾでいいけど。灰ザメ盗賊な。姉さんなんだったっけな。もう上がったんちゃうか。説得力じゃなかったような気するんだけど。誰？皆さん、今回はあの村やられたんか。さあさあ、ベルギッタ利用されてる。最後なのか、もう聖教でよくないか。あの人の体験版のやつもちょこちょこ見てるんだけど、あの冒頭の辺なんとなくで聞いてたのを見てたら、やっぱり聖教がエルダ人は悪だみたいなことを広めたらしいな。だからエルダ人と聖教はもう敵対していると言ってもええぐらいだ。まあ、多分それがフォーデンなんだろうけどな。分かる。するわけねえし、犬の敵は取るな。かつてもうるさい。弱みを見せるまでになったな。なんでお前は商人の次のやつがこんな。人前で寝るタイプには見えねえが。また一日近づく。
雨だ。せっかく話してたのに雨だ。さて、さて、どうぞ。アビリティ詳細。タイクーンは8。あの図はここからじゃ見れんか。フォロワーもおらんし、説得を上げに行くか。雨だから闘技場もやってないんだよな。説得のアイコンはあれか。すぐに行こう。ねえ、じゃない場合があった。全然しなかった。あなたは隠しましょう。この謎の声は王になれって言ってくるよな。上がらなダメ。私が必ず皆さんを。なるほどね。お前はなんだか面白い顔のやつだけど、ちょっとメガ歌姫と一緒か。私が必ず皆さんを。まんまる白目少な族。多分最高だよな。金がもらえんかったぐらいか。さてどうする。灰ザメかアロンゾね。アロンゾが1だから行くか、それとも仲間優先か。アロンゾ行くか。面白い。どこに来てるんこいつ。いや、なるほど。
いいか。それってもちろん。ククルスって呼んでるかもだな。やれやれ。君、俺は任せろ。初っ端からなかなかだな。実はいいやつというか、みんなのために動いてるんだぜを言ってくるかと思ったら初っ端からだったな。神王が決する日にまた一日近づく。闘技場行ってみる？とりあえずフォロワーを一旦見とく。ストロールね。さて行こう。クエスト扱いだ。階級戦。パーティー勝負ができるのか個人なのか。点なのかどうか教えてくれん。そしてなかなかだな 4.5。 わかったわ。いざ尋常に。
悩んでくれって言った、うん、うわーどうだろうな、雷ちょっとちゃうかもな。よし、私たちの力を見せてあげよう。サッシン単性を言われんかったな。重装を使うか。いや、行くぞ。とどろけ。悪はただ。しとめ。それが我が剣。沈め。こんなものか。炎を撃ってきたぞ。アサシン。うん。かー。光よ。王者の力。この身に宿れ。レジスト。マジックナイト。突破する。レジスト。意識が。ハイザメが放心状態。攻撃が当たりづらくなってる。これならば。ハイザメ落ち着いていこう。王者の魂をここに。強い。さ、覚悟はいいか。レジストがな。受けて。相手をよくマジックナイト。闇の力倒しきれんか。こんなものか。無駄だ。ナイス。使わせてもらおう。ユッシュマン、あとを頼む。行くぞ。輝く。ウィーク分からずじまいだったな。よし。惜しかったね。ん？それさっき言って。私をロードするかな、うん、結局経験値しか得られんかったってことだよな。ちょっとロードするか。どうする？だけど じゃあどうするか。その話を聞いてみようか。何か用か。なるほど。どうする？なるほど。のところ行ってすぐに行こう。あの場所へ。くつろいで行ってくれ。ザメをマジシャン。で、
とにかく物理がダメだったんだよな。やから、あ、間違えた。いや、わざ どっちだろうな。この技ならいける。炎をやってきたんだっけ。見せてやる。使うか。見ていろ。隠し技だ。わかるだろう。さて、それが外れると辛いな。ちゃうかった。ブリズじゃなかった。どこへ逃げてもこの弓からは逃げられん。よし、私たちの力を見せてあげるんだから。あと試したよね。ないんか。マジシャン。試したよね。イカズチ。イプリート。輝け。ドッキャンナー。ないんか。風の力だ。相手英霊の力を。いや、この攻撃は効かないから他の手を使って。まっすぐ聞くことのために。毒か、こいつ。体調が猛毒状態。このままじゃ体力が減っちゃう。とにかく戦がし、これ杖だから殴り。これなら、毒が回って。殴りがウィークだとな。手数増えたところで知れてるんだよな。これを使おう。さて、手加減はなしだ。みんな無事か。行くぞ。くれたらな。闇の力。もうそしたらひたすら
攻撃力の高いので攻撃しかないような。行くぞ。貴族悪はただす。ストレッ死の近い。ちょっとか、思ったよりやるな。ちょっと使わせてもらおう。頑強な敵だ。次が3ターン目。フリーストまだ耐える。王者の力を破れ。3ターンで倒せたよ。こんなとこだな。どう3ターン、3ターン目安じゃない。あー分からんな。とりあえずロード。さて、槍と飛び道具もレジストだったな。行きましょう。やからもうあの場所へ。魔法、強力魔法でやるしかねえんだけど、なんとか2ターンで終わらせねばならんか。いや、で、主人公はハマウンだよな。んだけがラクンダまだだよな。だか今これ何歩だ。5、ラクンダが8。この技があればどうだろうな。これゆっくりしていくといい。いいか？見ていろ。で、どうする？ハイザメがムドン。ようこそ。
だ次の魔法を一切覚えてないか。ちょっとこの辺がな、ストロールもないか。この二人だよな。だからもうこの二人を杖攻撃させて回数を稼ぐで、主人公と灰ザメで攻撃、なんかあんまりうまくはなさそうだよな。なるほど、興味深い。これはね、いいか。頼んだ。もちろん。なるほど。さらなる高みへ。いや、同じやつばっかりだとなんか増えるんだっけ。マジシャン3で行ってみるか。いや、いいか、あれをやるか。いいか、よし、使ってみるか。本当に杖攻撃だけにするのか。まあこれお試しだな。どうする？おや？また来ると。さて、すぐに行こう。ターン制覇を目指す。頑張りましょう。いざ陣頑張ろう。わかっ、いざ。ジンテーゼの存在を忘れてたよな、本当。ああ、こう二つ消費するんか。ピンとこないな。じゃあやめようか。マジシャン。で。重装を使うか。外したか。嘘だろ。右足の力。この力で。はあ、やり直すか。よし、
私たちの力を。これが運なのか。重装を使うか。運だな。癒し王者の魂をここに。ラクンダ。マジシャン。いやダメだ。で人生を2つ使うんだろう。合わなそうだ。これ送るか。いや、で、とどめだ。みんな無事か。で、上もう2人が攻撃できるから、はず加減はしない。光よ、半分どうだ。半分超えはしてないけど、当然回復する間はなし。距離を詰める。でこの一撃で状況を確認する。回復稼ぎ。マジシャン、落ち着く。この力で輝け。強い魔導器なしの魔法。とどめだ。回復稼ぎ真の。じゃあクライ。こう見えて重装を頑強な敵だ。これで倒せんかったらダメ。2ターンで倒せた。よし、うまくいった。さすがに2ターンだったらいいだろう。お見事。よしよし。階級戦もあれなんかね、ターン数いうんかね。20番台入った。それはいいけど、これ毎回時間を使うんだろうね。いいね。なるほどね。まっ、さすがに時間使って何もないのは辛いから、これから先もセーブしつつだな。さて、灰ザメか。うん、あと魔法屋を見に行きたかったんだよな。地図に載ってるっけな。あれは占いで魔法屋じゃないよね。あの上が魔法屋か。ねえ、よっと。おい、おい、なあ。あれ、シュナが。あら。兄ちゃん、すごいな。ここじゃなかった。ごきげんよう。いや、このアイテムの存在をちょっと忘れ気味。これはいいけど、
アクセサリーの一枠使うのはもったいないな。なんだと。通常通り行う。そして高いな。そのうち必要になりそうだからちょっとずつ買っていこう。金がそんなに余裕あるわけじゃないか。まあ全部3つずつぐらいは持っときたいけど。お主か。